海を舞台に行われているイベントや取り組みを紹介する海と日本プロジェクトインサガ。さあ今回はこちらです。今年も始まった海ポスグランプリ。海の絵を描いたり写真を撮ってポスターにしたりなど、地元の海の魅力をアピールするコンテストです。先日唐津市でこの海ポスグランプリポスター作りのワークショップが行われました。海に関係していればどんな絵でも OK。 海をアピールする一言を添えます。もうお子さんが描きたいものをもう描いていただければよくて、それもお魚であれ、海そのものであれ、船であれ、何でも構わないんですが、描くときに、まあ、できればその自分の好きな海とか地元の海のことを思い出しながら描いてもらえれば、それだけでもまあ海と日本プロジェクトの中のですね、あの自分たちの海をもう一回見直してみようとか、そういうことにつながっていくので。爽やかな絵が描けましたね。イルカが鳴いてる実際海に行くだけじゃなくて、絵に描いて残すことで自分で考えながらまた行きたいなとか、綺麗だったなとか思えるので素晴らしいと思います、はい、できました。どの作品も自由な発想が楽しく表現できていますね。ちなみにポスターは絵だけではなく写真でも素敵に仕上がりますね。ポスターの募集は9月10日まで。皆さんもぜひ海ポスグランプリ参加してくださいね。海と日本。